翼をくださいという曲を聴いていただきました。僕たちはですね、さっきも言ったんですけど、仲間が、600人いてまして、あ、700人弱かな、今いてまして、大阪、和歌山、奈良、京都、滋賀、そして東京、そしてアフリカのケニアに1チーム我々の仲間がありまして、総勢仲間が700名弱いるんですけども、僕たちは、こういったカバーソングもそうなんですが、自分たちのオリジナルの曲を歌ってるんですよね。で、職業も会社の経営者もいれば、イルカの調教師もいたりとか、本当にさまざまな職業の仲間がいているんですけども、うちのメンバーに皆さん、嵐って知ってます？嵐知ってる人ちょっと拍手もらっていいですか？嵐知ってる人知ってますよね？じゃあ嵐めっちゃ好きっていう人ちょっと拍手もらっていいですか？嵐さん、嵐好き？誰が好き？翔くんっていうね、スレみたいな言い方しましたけどね、翔くん。え？リーダー、リーダー。これね、ニノ、もう呼び捨てですね。ニノを見ても、いかにも仲いいみたいな感じですけど。あと誰が好き？うん？うん？大野くん、大野くん好きなんか、ほんと。大野くんのどういったところがどのように好きですか？
あ、すいません、それもいいですね。すいません、すいません、失礼しました。まあ、その嵐に、明日の記憶って曲、皆さんご存知ですか？ザ・クイズショーというドラマの主題歌になった曲なんですけど、その曲を、作っていたりとか、あとファンキーモンキーベイビーズのこぼれ落ちるその涙がっていう曲を作ったのが平義孝っていう僕らのチームメイトなんですね。そうだ、だから僕ら嵐と一緒なんですよ。なんかおかしなこと、ありがとうございます。そう、僕たちは嵐と一緒です。あかんかん、言うなあかん、ダメです、それは嘘ですけども、でもまあそんな嵐とかケミストリーとか、曲を作ってくれたりとか、あと僕たちと一緒に歌っている仲間に、あの川口京吾くんっていう、僕がそばにいるよっていう、あの曲を作ってくれたのが僕らの仲間だったりとか、とにかくすごく、そういうこう分かりやすい仲間もたくさんいます。で、その今から歌う曲は、その平義孝っていうアーティストが、僕たちと一緒に、歌っている曲で、幸せってっていう曲で、あの幸せっていうのはなんかいつもなんか、ね、なんか隣の芝が青く見えてしまったりとかっていうことがいっぱいあるけど、でも実は常に自分の中にあるんちゃうかなっていう、そんな曲を一生懸命歌います。聴いてください、幸せって。幸せに
もここにあるよ。ありがとうございます。聴いていただきました。ありがとうございます。幸せって言った曲で、なんかね、これをいつもまあ600人ぐらいで何百人かでいつも歌ってるんですけど、本当に歌の力ってすごいですね。いつも思いますわ。なんか実は僕たちがいつも届けに学校に、実は関西人の学校120〜130校ほど今2年間で回ってるんですけどね。学校に行ったらこう子供たちに歌を届けに行こうと思うんですけど、やっぱり気づけば自分たちがいつも元気をもらってるっていう、なんか歌の力って本当にすごいなっていつも思うんですけど、昨日も静川小学校と、入谷小学校で歌わせてもらって、まあお昼過ぎだったんであんま人もいなかったね、まあ、正直これ歌って邪魔になれへんかなと思って歌わせてもらったんですけど、なんかすごくいいなんかリレーションができて、もうほんまに僕らが元気をたくさんいただきました。もう本当に感謝やなと思ってます。で、今から歌う曲をですね、ご飯の歌っていう曲で、いただきますごちそうさま、それは愛の言葉っていう曲でね、僕もなんかもう大阪でおったら、もう大阪人ってまた世話しないんですよ。もう信号無視が 82% だしね、信号無視率 80% なんですよ大阪人って。アホです、もうね、ダメですよ大阪人でね。まあそんな僕ですから、その吉野家とか行くでしょ、なんか牛丼食べに行ってのシャー すいませんって、何言うてガーッ出てきてもね、紅生姜がバーンかけて食べて、そのままチャリンで出てくる時があって、やっぱこういただきますごちそうさまって言えへん時がやっぱあるんですけど、ちゃんと命をいただくその食事を作ってくれた方への感謝っていうか、本当にこの曲を歌う時に、特に3月11日以降は大事な言葉なんちゃうかなってね、いつもめっちゃ思ってて、この曲はなんかぜひこの場所で大事に歌わせてほしいなと思って今日は用意してきました。この曲も平良義孝が作ってくれた曲なんですけども、すごく大事に歌っている曲です。なんかすごく優しい曲です。聴いてください、ご飯の歌。いただきますごちそうさま、そんな愛の言葉、運動会の朝お母さんが作ってくれた俵のおにぎり、お昼休みが待ち遠しくて入れで一着を逃したかな、どんな食事にだって意味があるよ、それを作った誰かがいるから、残したりなんかできないんだよ、僕らのこの命を。喜び悲しみが
葉18で初めてできた恋人の得意料理は激辛のカレー恋するあまり苦手も忘れ食べ過ぎてお腹壊したけな何を食べるのかは大事だけど誰と一緒に食べるかも大事大切な人思い描いて作る料理はきっと何だって美味しい聴いてくれたあの、気仙沼高校合唱部の女の子でコクリンちゃんっていうめちゃくちゃ可愛い本名の女の子がいてるんですね。コクリンちゃんっていうんですけど、で彼女がこの曲聴きながらね、なんかちょっと泣いてはったんです。で後でなんで泣いたんって聞いたら、いやなんか本当にご飯って当たり前のことじゃないんだなっていうことに気づけてねっつって、あのそれであのなんか今噛み締めてましたって言ってくれて、そこから彼女とリレーションになって、彼女は合唱部で本当は今年の5月に合唱全国合唱コンクールに出る予定やったんですけど出れなくなっちゃって、なんか最後の合唱部の大きなコンサートだったのすごい残念やなって言ってたんで、明日実は急遽気仙沼高校に行ってその合唱部の皆さんと会ってくることになりまして、この秋一緒に大きなコンサートやろうぜ言うて約束しまして、やろうかな思って、皆さん来てくれませんかそのコンサート、わからない場所とか全く分かってないですけど、でもこの秋絶対やったろうと思ってます。またぜひ告知させていただくので
ぜひ皆さんと一緒になんか今日この日のからそこに繋がってるっていうことをなんか一緒に感じられたら最高やなと思います。じゃあもう一曲だけ歌わせてほしいんですけど、最後にこの曲も昨日歌ったんですよ、ふるさとっていう曲歌わせてもらったんですね。正直大阪から来るときこの曲歌うかどうかめっちゃ迷っててすごく怖かったんですけど、勇気を出してこの曲はやっぱり歌いたいなと思いまして、歌ったら皆さん本当に一緒にこの曲を歌ってくれました。本当に救われました。ぜひ皆さん後ろに歌詞をちょっとだいぶちっこいですけども用意しましたんで一緒に歌ってほしいなと。知ってます？うさぎを石かの山、コブラ釣りしかの川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさとっていう曲です。ぜひ一緒に歌ってください。この曲はふるさと。いきます。ワン、ツー、イッ。うさぎを石かの山、すいません。今日ですね、一つ情報が来たんですけども、お誕生日の方がいらっしゃるという。誰ですか？今日お誕生日の人が言ってるっていうふうに聞いたんですけど。ん？まさ、まさふみさん、まさふみさん、え？まさ、まさふみさん、どちらですか？女性は高い？ハッピーバースデートゥーユーにしましょうか。
Happy birthday to you のキーで、じゃあ、まさのりさんに向けて、皆さん、全身全霊で、まさのりさんに向かって。いいですか？まさのりですからね。呼び捨てしましょう、みんなで。まさのりって言って呼び捨てしましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Masanori.おめでとうございます。正則さん、マイク通して改めて言わせていただきます。ありがとうございます。すいません、あの皆さん本当にありがとうございます。なんかあのいいですか、あのちょっと今回の震災はなんか800年に一度のなんか大震災ということで、今自分がこうしてその震災にあったっていうのは、まあいいか悪いか別にして、まあ、すごいことなのかなと思っています。またこうしてあの54歳の誕生日をあの皆さんにこうしてあの祝ってもらうなんて本当にすごいサプライズであの関係しております。あのうちも何も全てあの流されてしまいましたけれども、あの今すごい感激して、これをあの胸に刻んであの一歩ずつ、進んでいきたいと思っております。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ本当に感謝です。ありがとうございます。はい、行きます。そしてですね、なんとソーシャルツアーさんからですね、お菓子のプレゼントがあるということで、すみません、ちびっこ限定ということにしてるので、ね、ちょっと体が大きすぎますね、どうもすみません、どちらにちびっこたち集まればいいですか。ここに、ここにちびっこ集まってください。はい、はい、え、お風呂に行っちゃったね、全くのこのトークのタイミング完全に見失ってる感じでございますけども、あ、そうですか、お風呂に行っちゃった。あ、男の子は行っちゃったんですか。あ、もうお母さん無理やり連れてきたんですけど大丈夫ですか。お菓子これですか。お菓子、そこにどうぞ。このままでしかダメなんですよね。ね、え、大人もいいんですか。完全に恨みそうに見てるのがなんかいますけども、大丈夫ですか。じゃあ大人もいいということなんで、欲しいよ。いちごミルクが欲しいという方はぜひ。お、すごい。これを開けるよ。ちょっと待ってね。これ食べたい。これなんだろうな。これ？なんだろう。皆さん、何でもあるみたいなんで。どうぞ、大丈夫みたいですよ。もう根こそ言ってください、ね。
マジか。いや、これは何ですか。いいよ、これ持ってって。これもそうだね。取れる？Okay.